になにです。私はこうやって日々動画投稿者の端くれとして生きてるわけなんですけれども、まあ、こういう仕事をやってるとね、必ずつくものがあるんです。それがアンチコメント、誹謗中傷コメント、気持ち悪いコメントなどなど、まあ不快なコメントですよね。こういうコメントはね、正直もうこういう仕事をしてる以上避けられないわけですよ。だから基本的にね、そういう嫌なコメントしてくるやつとかにも完全無視をかまして、普通にコメントしていただける方に返すっていうスタイルを取ってるわけですけど、まあ、1年に1回ぐらいはそういう人たちに向けてね、返事をしてあげてもいいんじゃないかということで返していきたいと思います。いやけどマジでね、多分私の動画見てる人は基本的に民度が高いのかもしれんよね。言うてあんまりひどいコメントとかしてくる人がそこまでいなくって、確かに登録者が増えれば増えるほどそういうコメントが多くなるのは事実なんだけど、登録者が少ない時よりもなんかね、目に留まらなくなるんですよ、アンチコメントって。不思議と、いやいや、まあムカつくよ。なんでも来たら来たで、なんか、あ、なんか言うんだこいつ、まあこんぐらいなんですよね結構言ってるけど、探すのにかなり時間かかったんでね。けどまあちょっと頑張って返事していく件が見てほしいわ。あ、それでは行きましょう。高校デビューの具現化すごいな、この人。高校でデビューできやだとで。デビューする気満々やったよ。デビューする気満々やったけど、気づいたら、見返したら、写真が全部砂利。砂利のおる。高校デビューする気満々に入った男子バスケットボール部のマネージャーも結局、全然、部員となじめずに半年で退部しましたし、これがデビューって言うんすかね。10代の棒に振った自分を責め、これ以上、責めなきゃいけないんすか。話につまらんけんがとっとと脱げ。あー、話がつまらないのは、これ完全に自分の実力不足ですよね。これは反省ですよ。ごめんなさい。相当つまらなかったんだなって思うんですよ、私の話が。まあ、どんだけつまらんかったかっていうと、例えるなら、女 YouTuber に匿名で、まあ、とっとと脱げとかね、コメントする、まあ、しょうもない人間の生き様ぐらいつまらんかったとやろうなと思って、それ相当つまんないじゃないですか。実力不足だなって思いましたね。本当に申し訳ない。これはもう、日々、精進いたします。この人、可愛げがないもん。品もない。男みたい。最近の YouTube って、そのアカウントをタッチしたらね、過去に自分のチャンネルにしてくれたコメント一覧みたいなのがパッて見れるようになってるんですよ。で、この方は多分私のことがあんまり、なんだろう、気に入らないみたいで、まあこういうとこ良くないよみたいなね、コメントしてくれる方なんですよね。まあでもな、間違ってないですもんね。品がないとかいう意見に関しては認めざるを得ないんですよ。品がある発言とか多分この YouTube で一個もしてないし、私。品があったらこのチャンネルなんてそもそも存在してないですしね。だから、私の品がないからこそ、あなたはそうやってろくでもないストレス解消法ができてるわけですよ、あなたなりのね。だからまず、なんだろう、ありがとうって言ってほしいなみたいな。品がなくてありがとうはっていう、そういう話にはなってこんかな。何この小娘の話し方、もう見ることねえな。ちょっとアンチコメントを見つけるのがあまりにも時間かかってしまって、一応これ採用したんですけど、これアンチコメントではないですよね、別に。まあでもこれはね、最初で最後のコメントをいただけただけでもすごくありがたいなって感じですね。まあちょっと言い返しの言葉がちょっと思いつかないんで、ここで一旦謙虚モードを挟んでね、はい、好感度を一回取り戻しておきます。はい、次行きますね。箸休みですね、これは。まあ、女は穴やから。はぁ。めっちゃかっこいいっすね。やっぱ私結構その男女系とか恋愛系の動画出すじゃないですか。まあその際結構やっぱり来るんですよね。いや、けどやっぱ、なんか女の声とか弱くねえだろ。は、女ってクソだな。とかね。まあ逆も、男って本当にクソだよね。ほんとクソでさ、クソでさ、ほんと、おならみたいみたいなコメントとかも来るし。ね。まあそんな中の、まあ女は穴やから。かっこいい相当モテるんだろうな。羨ましいわ。ほんと、モテたい。おっさんやけど、付き合ってみる？まあこれはアンチコメントとかじゃないですよね。おっさん、見ず知らずのおっさんからの上から目線の提案って感じですよね。なんだろうな。見ず知らずのおっさん。赤の他人っすよ。付き合うわけはないでしょ。舐めとん。こいつボコして。マジで。うん、なんであんたダメさ。痛かったい。ボコボコにしたら痛かろうが。どこまで叩くと、うん、ダメさ。よろしく。うちのこと、バカにして。お前男だろ。はっきり言えよ、てめえ。舐めてんのか？女装野郎が調子乗んなよ。ほんと男って嫌なやつ多いな。お前が男ってすぐわかるんですけど。女装野郎、最近お前ちょっと。
女装野郎、最近お前調子乗りすぎだぞ。お前かかってこよう、女装野郎。男だったらかかってこい。男同士の殴り合いしようじゃねえか。うん、男と信じて疑わんよね。だいぶそんなことあるってぐらい武田信玄くんはね、私を男として疑わないんですよ。いや、生まれ落ちたその時から女の子ですから。父も D やるし。なんだろうね、不思議とね、なんかここまでの熱量で男って言われると不思議と人って弁解する気もなくなるんですよ。あー、もうじゃあ男なのかもしれんなみたいになっちゃって、もういいよ、武田信玄くんにとっての私は男でいい。この女顔がほんと気持ち悪すぎる。おい、誰や。いいね、一個ついとるぞ。共感したやつが一人おるやんか。顔気持ち悪いか？可愛くない？気持ち悪いって言われることに対しての耐性がつきすぎちゃって、顔が気持ち悪いって言われてもね、まあブスって言われたらあんしな、みたいな解釈になってしまってるんですよ。けどね、やっぱりそのアンチコメントに返事をするっていう動画ですから、結構強めに言い返さないと面白くないわけですよね、こういうコメントに対しては。なんかあるかな？この女、顔が本当気持ち悪すぎるですよね。お前うるせえ。なんだてめえは。なめやがって。お前どうせあれだろ、もう足の裏全部、足の裏の指全部なんか水虫やろ。で、魚の目も信じられんぐらいなんかでっかいやろは。それでなんか鼻くそもなんかいっぱいついて、耳くそも子供すぎる。やめとこう、もうこれでいいや。鼻くそ耳くそよし。急におすすめ出てきたけど、なんかブスのくせにほざいてて、草低評価押しときました。おい、さっきブスって言われんのことをしたとにブスって言われとるやっか。ウーパールーパンみたいな顔して何言うてんねんごめん、意味わからなんし配信者やめた方がいいかも。あ、誰やお前。急に赤の他人にも後外れアドバイスすんなよ。え、秋山翔吾プロシンガーになりたい？日本レベルで生きていけませんが、なりたいならハリウッドプロだった俺が言いたいのは、アジア人でもみんな興奮するのは露出です。適当にね、適当なやつ。本気でやってみたいなら返事してみてください。ロサンゼルスの英語の歌になりますが教えます。俺は G さんだけど超ハイエンド。やる気ないなら返答しないで、命かけないと売れません。まあこの負け癖ぐらい長い文章は簡単にまとめると、自分は露出した女が好きなただの歌好きのおじいちゃんですってことですよね。おじいちゃん、もう寝なさい。おやすみ。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから。チャンネル登録。